12レース優勝戦1号艇坪口達也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今節ここまでのご自身の成績いかがですか？それなりにまとめられてるかなと思います。今回手にしたこのモーター37号機、ここまでどんな仕上がりになってますか？そうですね、バランスが取れて上位級だとは思います。一番気に入っているところはそのバランスの取れたところですか？そうですね、あと回ってからの立ち上がりがいいところとか、まあ、全体的にバランスが取れてというお話ですが、はい、昨日は安定板がついてもそのあたりは特に変化ありませんでしたか？そうですね、全然大丈夫だったと思います。わかりました。今節ここまでのスタート感はどうですか？そうですね、難しいですけど、まあ、それなりにはいけてるかなと思います。優勝へのポイント、ズバリどの辺になりそうですかね？まあ、スタートしっかりいけたら大丈夫かなと思います。わ、はい、かりました、それではもう一言お願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援お願いします。12レース優勝戦2号艇金田聡選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。前回はこの桐生で優勝、今回もここまでいい感じですね。そうですね、はい、エンジンの仕上がり具合今どんな感じですか？定備さえ踏んなければね、スリットで踏んなければ、まあもう間違いなく設置クラスはあると思います、はい、金田選手が一番気に入っているのはどのあたりの足ですか？スリット付近の行き足から伸びがね、いいですね今節は。それはもう初日あたりからずっとあったものですか？いや、あんまりなかったんですけど、ちょっとプロペラ初日でね、あんま感じよくなかったんで叩き直したら感じよくなりましたね。今節ここまでのスタートの見え方どうですか？思った以上に届いちゃうんで、様子見ながらスタートしてますけど、まあ、それでも出てくんでね、まあ、しっかり全速でいきたいと思います。わかりました、はい、それでは桐生連続優勝に向けてもう一言お願いします。はい、優勝を狙って頑張ります。お願いします。12レース優勝戦3号艇石橋通友選手です。輸出おめでとうございます。 ありがとうございます。今回手にしたエンジンはこれここまでどういう仕上がりになってますか？まあ、初日本当に良くなかったんで、まあ、ずっと不安を抱えて走ってたんですけど、まあ、なぜか成績は上がってきました、はい、そうですか。もう謎です、それは自分も。そうするとこのエンジン特にこの辺が気に入ってるとかそういうところはありませんか？いや、もうしのごうと思って行ってたので、まさかこんなとこ来れると思ってなかったんで、はい、逆にこの辺の足はもうちょっと欲しい、何かありますか？まあ、出足ですね、競った時やっぱ目に見えるちょっと弱いんで。わかりました、はい、今節ここまでのスタート感いかがでしょう？全くですね、難しいです。そうですか、わかりました、それでは2場所連続優勝に向けてもう一言お願いします。はい、優勝目指して走ります。よろしくお願いします。12レース優勝戦4号艇村上亮選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ここまでの船足の手応え教えていただけますか？伸びを中心にいいと思うんですけど、行き足から出足に関してもちょっと甘いかなと思います。昨日安定板もつきましたけれども、まあ、船足変化ありましたかね？まあ、回転を上げる調整をして、まあ、回転自体は、しっかり上がってくれたんですけど、それでもやっぱり、行き足関係がちょっと甘いなっていうのは感じました。今日は優勝戦まで何か作業は考えてますか？伸びきってしまえば覗くような感じがあるので、まあ、ダッシュ向きではあると思うんで、スタートが課題だなって思ってます。ここまではそのスタート結構マイレース苦労してますか？コンマ05から10ぐらいはちょっと届いてないので、そこの修正を早くしたいなと思ってるんですけど、なかなか難しいです。わかりました、それでは優勝に向けてもう一言お願いします。はい、不甲斐ないレースが続いてますが、優勝できるように頑張ります。応援お願いします。12レース優勝戦5号艇秋元悟選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでのエンジンの仕上がり具合教えてください。あ、良くないですね。どのあたりが良くないところですか？あ、全部良くないです。パワー、はい、パワーないですね、はい、じゃあそのパワーがないエンジンで、まあ、ここまでたどり着いて良かったって感じはあるんですか？いいところはないです、はい。まあ、最低限このあたりは欲しいよねっていうところ何かありますか？特に欲張れるエンジンじゃないんで、どっか何か来てくれればいいかなと思いますね、はい、どっか一つでも、はいはい、ここまでのスタート感はいかがでしょうか？やっぱりエンジンも足も良くないんで、スタートは分かんないですね。分かってないです、はい、分かりました、はい、それでは優勝戦に向けてもう一言お願いします。はい、先輩頑張ります。お願いします。12レース優勝戦6号艇池田雄一選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ここまでのエンジンの仕上がり具合教えていただけますか？エンジン自体はすごくいいと思うんですけど、日によってやっぱりちょっと合ったり合わなかったり、そこの微調整は必要です。合った時いいと思えるところはどのあたりですか？合ってれば全部いいと思います。バランスも取れて、はい、はい、今節ここまでのスタート感はいかがですか？スタートは今節はすごく難しいですね。6号艇という枠番なんですが、進入コースいかがでしょうか？まあ、ピット離れ次第ですね。離れが良ければコースも取る意図はある？そうですね、抜ければ考えてます。
わかりました、はい、それでは優勝戦に向けてもう一言お願いします。はい、しっかり準備していいです。します。